はい、こんにちは。レトルトと申します。ネバーアローン実況プレイ始めていきたいと思います。狐と少女の物語進んでいますが、ファイアーボールを出すね、男が、追ってきて事案が発生しました。その男が、この村をなんかぶち壊して、この女の子を探しているらしい。まあ、あの男から今後めっちゃ追われるんだろうな、みたいな。娘たちは2日間漂流し続けた後、食べ物とかどうしてんだこれ。保存食とかあんのかな、先祖的なさ。一杯でこれお腹いっぱいだぞ。狐どうする、プーアルどうする。あ、なんだなんだ。2日間漂流した後、なんか大陸でも見つけた。無意味にこの少女のすごいとこ見せていくわ俺。ほら、分厚い氷にたどり着いた。そう、少女狩り超うまいんだったな確か。え、なんか赤くない、血、奥も赤い。あ、すげえな、すごいです。すげえな、すごいです。きたー、このパワーはすごいな。なんかいつか雪玉とかに追われそうだよ。わあ、すげえ。7面ぐらいじゃん、マリオとかで言ったらさ、これ氷のステージ。危ない危ない。ちょ、ああ二人同時に行ってくれないのか。ピョンピョンピョンって行かないとダメなのかな。ほい、よかったよかったよかった。もう取り返しつかないとこになったらダメだから、どんどん。わあ、すげえ、危ねえ。危ねえ、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 危ねえ。ジャンプ。危ねえ、ジャンプ。おーおーおー、うまい、うまいぞ、うまいぞ、いいぞ、いいぞ。ジャンプ。もうこっちおいで。え、これも壊れるとこあるか？このでっかいやつも。あー指揮を悟ったわ、今。あれや。集中しよう、集中。ギリジャン、危ねえ。ギリジャン大事だ。どっかで見たことあんぞ、これ。早く。どっかで見たことある。うわ、なんか風が。うわー、ちょっと、早く。北極熊いいか。あ、なんか下にいる精霊が見えるよ。精霊救え、精霊なら精霊救えよ。すげえな、白熊さん、すげえ。ちょっとパンダさん連れてきてよ。うわ、いける。しつけえな、あいつ。よしよし、いいよ。いい。なんかなんとかなるのこれ。ぶち壊れろ。割れるぞ、そこ割れるぞ。来たら割れるぞ。お、止まってんな、でも。ちょ惜しかったな。ちょっと踏むのかな。ほら、ちょっとひび入れさせて。あ、ちょっと、どうすんのこれ。合ってるよな、多分。キツネで、これなんかキツネがやってんだけどさ、落ちちゃうんだよ。なんだよな。あっ。ほっとけよかったんだな。あ、やった。動いた。こっからだぞ、こっから。流氷はどうなる？投げる投擲の準備はできている。あっ。精霊が運んでくれてんじゃないこれ。魚の、金魚の精霊が。え、嘘でしょ。なんで、ホッキョクマって泳げんだっけ。ここぐらい来た。嫌な予感するな、やっぱり。そんな食い物ないの、そんな食い物。熊だったら避けても取っといてください。ちょっと
ここからのジャーンプだ。イエーイ。クマなんて怖くない。ホッキョググマを出し抜くのはひどく骨が折れる。骨が折れるレベルですまんだろ。ガチで骨折れるわ。空腹の時はしつこいからやっぱ腹減ってんだな。いやでももう完全にもうなんだろう、別の大陸でしょ。あ、袋置いたからムービーが入りましたが、いないよな。下行った時にジャンプだなこれ。でこっちは上行った時に。アクションゲームの基本ですよね。下行ったと、あ、これ、あー潰されないか。あー痛え。罠よなこれ。ほんと事故だ。ただの事故だよこれ。うわーすげえ。すぐ行けば間に合うか。よしよし。で、あーちょっと遠いな。でちょっとここで一回休憩しよう。見たことのない動きをする。見たことのない動きとか。あ、ちょっと待っと待っと、これはちょっと待った方がいい。いけたけどもこの慎重さ大事。ここの慎重さね。いく。ふう、ここで休憩。すげえ。大丈夫、尻尾挟まれてない。なんか上なんかあるな、あそこ。上になんかあったな、今。黒か？黒がいたのか。あそこ登れば、多分、なんていうの、ムービーがゲットできんな。一応ゲットしておこうか。イェーイ！で、実績だ。Steam も実績なんてあるんだな。まあ、Steam っていうなんかインディーズゲームとか、海外のゲームとかを、まあ、はい！バイバーイってこう尻尾がやってるよ。まあ扱ってるこのサイト、最近ちょっとねいろいろ調べて面白そうなゲームを探して実況してみたいなと思ってるんですけどね。あれだよね、ゾンビアイランドもそうだし、この前やった精神病のね悪夢のホラーゲームとかもそうですし、やっぱねまだこう海外でねあんまりこう日本ではね有名になってないゲームとか見つけれたらね、やってみたいなと思ってる。まじ、危ねえ、危ねえ。次だ、ここだ、落ちてるね、落ちてますね。ふふふ。きつね君落ちてますね。行かない方がいいな。慎重に行こう。こっからちょっと、レドルド、超慎重です。慎重で行きます。こっち行って、ここで一旦待つ。まず、プレス。アイスプレスからの、下がるからの行くからの待つ。なんかここも上ありそうだな。なんもないな。あれ、ここ袋のとこ。あ、落ちないで頑張って もう上とか絶対登んない俺。上とかもう俺は登りませんよ。もう上とか絶対の、嘘、危ない、ギリギリだ。ここ。左上はいけんのか、あれ。やめた方がいいよな、やめよう。いきます。どこだ、ここ。あ、ホラー穴だ。一生ここに住もうよ。でも食い物ないんだよな。登れんじゃないですか、キツネさん。連打ああ、ちょっとこれ連打が弱いのか、それとも。あ、そうだ。わかった。からの。よーし、来た。一緒にこう行きます。嘘。せや。こっちだ、こっち。ハッハッハ。え、どうすんだこれ。なんもねえな。なんかできる？
クマかわいいな、でも。立ってるもんね。女の子、女の子、女の子。なんかできるかな。にゃダメ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 、ああ予想外の展開が起きた。煽るパターンでいいんだな。よし、ひび入んのか。危ない危ない危ない、なんかこれの繰り返しなのかな。どうやったらいいんだ。クマの上に落とすことができたのかな、これ。そんな今だとなんかできる。あ当たってる当たってる、ほら当たってるけど意味ねえな。これじゃ意味ないから、ちょっとそういうのなしっしょ。あ、いつかできちゃうんだなあれ。なんかクマしつこいよ。あー、キツネさん、あ、右にも一応ひび入ってるなあれ。なんか突進とかさせんだな、やっぱり。そくそここで見といて、ほらひび入ってるじゃん。こういうのをこっちでも、突進というか、あ、わかった、ここでの突進をもっとさせんだ。なるほど、こういうことだ。なるほど、いったー、なるほど。アハ体験、アハ体験じゃないな、すっきり体験。なんとか逃げ延びた娘たちであった。この土地の真の自然を体感する。うわー、はーい、ということで、かなりいいとこまで来ましたが、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。いやー、白熊さんすげー怖いね。白熊と、今んとこ白熊と、大男、謎の男の二人かな。とりあえずボスというか敵はね。はい、ということで、この二人、見事、なんちゅうの、無事に、なんていうの、両親の元にたどり着けるのか、まあ、そういう物語してるか分かんないけど、この物語どうなってしまうのでしょうか。ということで次回に続きます。